はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。TKZGT、TAKAZGT というものです。はい、暴走閻魔。はい。倒せるかわかんないんですけど、今7個封印してる状態ですね。はい。で、この、閻魔様。仙台の閻魔様手に入ったんでね。はい。使って、倒せるかわかんないですけど、やっていきたいと思います。はい。このパーティーで。はい。閻魔台を使ってね、やっていきたいと思います。はい。まあ、勝てるかわかんないです。勝てなかったらもう、無理。はい。頑張ります。いきます。勝てるか、勝てるのかな頑張ります。まず、バタン級ですね。バタン級って、クリスタルキュンキュン打って、攻撃アップ。大変ですね、いろいろと。いろいろと大変ですけど。まあ、なんとかなるでしょう。食らうダメージはどんなもんですか ?790。まあまあですね。反撃が痛いんだよね、この。反撃さえ、どうにか、バタン級でね。どうにかできるんで、大丈夫でしょう。クリスタルキュンキュンが全然溜まってない。よいしょ。HP 結構やばいですけど。まあ、バタン級いるんで大丈夫でしょう。よいしょ。さすがに G は、あー、ちょっとダメですね。ちょっとダメですね。お、いい感じのところに行きましたけど。行きましたけど、行けるか。フィーバーが終わる。フィーバーが終わっちゃった。フィーバーはちょっとダメですね、これ。やりましょう。あー、なるほど。ドグシャッコたまんなかったですね。いやー、今の惜しかったですね。今のは僕が悪いですね。運は良かったですね、でも。ちょっと頑張ります。全部貯めなくちゃいけないんで。全部貯めなくちゃ。結構きついんじゃないですか。ドグシャッコ打たないでいけないですかね。いや、麦ですよね、さすがに。よいしょ。よいしょ。よいしょ。つなげて。まあ、反撃、パターン級でどうにかなるんで。まあ、ある程度は大丈夫です。よいしょ。これでいい感じにでかくして。いい感じに。いや、無理ですね、これ。あー、いい感じにでかくしてくれたんですけどね。これじゃ足りないですよね。いくって言います。どのぐらい食らうか。おっ、だいぶいきますね。だいぶいきますけど足りないと。なるへそ。でもこれなら、まあ。あ、なんか入れればいけるかな。なるほど。もうちょっと頑張ります。ちょっといけるかな。どうなんだろう。結構削れますね。これ、ドグシャック打てばさすがにいけそうですね。よいしょ。だけど、ドグシャック打つのかなりきついですよ。そんな何点打つん、まあ、反撃ダメージは大丈夫ですけど。普通に技が貯められない。いやー、厳しい。麦ですね。G 技たまんない。ああ、たまんないか。難しい。どうすりゃいけんだ。いい感じにデカップに作ってヒーバー入んなくちゃだ。ダメですよね。クリスタルイケメン剣は貯めときたいんでね。クリスタルイケメン剣貯めるのがきついですね。まずそこですね。よいしょ。探求そんな降ってこなくていいんで。技レールマックスなんで結構早く貯まりますね。よいしょ。よいしょ。クリスタルキュンキュン止めて、いい感じにでかくして、いい感じに、よいしょ、いい感じにでかくなってくれば、ワンチャンじゃないですか。
よいしょ。あー、毒尺止まんねえか。あ、止まった止まった。あー、でも、エンマ大丈夫。あー、止まんな、あ、止まった。ウソ、フィーバー終わっちゃった。フィーバー終わっちゃったらダメですね。いやー、今の惜しかった。今の惜しかったのにな。何やってんだよ。何やってんだよ。いやー、悔しい。いや、難しいですね。パーティー違う方が良さそうですね。火力足りんのかな。このパーティーじゃないときついですね。ちょっとパーティー別のにした方がいいかもしれません。よいしょ。よいしょ。クイスト、バタンキュー、バタンキュー。で、こっから、こっから調整して、こっから調整していけるか。ああ、ダメそう。ダメそう。ダメですね。ダメですね。いやー、むずい。エンマ大王2発撃てないのも難しいですね。2発撃てる系の妖怪だったら、別のパーティーでも来そうですけど。よいしょ。いやー、結構厳しいですね。よいしょ。よいしょ。で、これでつなげて。あー、ヒーバー入っちゃったか。いやー、ちょっと、いないな、段取り。段取りたまんないですね、これ。よいしょ。段取り、段取り、段取り。段取り。段取りですね。難しいですね。まあ、もうちょっと頑張ります。よいしょ。クリスタルイケメン剣がスッと溜まってくればね、ダンドギー溜める余裕ができるんですよ。よいしょ。よいしょ。なるほど。なるほど。いい感じではありますね。いい感じではありますけど。よいしょ。ここ、ここ。ここでかくして。よいしょ。でかくして、でかくして。だんだい、だんだい。あ、なるほど。そこですね。よいしょ。で、溜めて、ドグシャックも溜めて、で、打って、出る。よいしょ。これどうすか。これどうすか。いったんじゃないですか。ちょっと止める、止める。いったんじゃないですか。これオーバーですね。これ毒シャッコじゃなくてもいいかもしれませんね。はい、いったんじゃないですか。はい、勝ちました。はい、勝てました。よかったよ。毒シャッコじゃなくてもいいかもしれませんね。はい、ダンドリー、どうなんでしょうね。クリスタルイケメン剣、攻撃アップ、攻撃アップ。どうなんですかね、わかんないです。まあ、いろいろちょっと試してないと思います。はい。動画外で。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。まあ、なんとか捨てましたね。まあ、こういうね、プニプニカチカチね、揃ってるんで、こういうのもアップして、まあ、勝てましたね。はい。だいぶダメージ出ましたね。はい。まあ、頑張って、何回も挑戦して手に入れたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あと報告があるんですけど、僕の動画にコメントができなくなりました。はい。はい。子供向けにね、設定してるんで、設定するようにしたんで、はい。子供向けに設定してるので、1月何日かな?今年から、はい、できなくなりました。迷ってるんですけどね。まあ、でも、妖怪ウォッチのキャラが、ねえ、まあ、子供向けでしょう。妖怪ウォッチなんてね、まあ子供向けに設定してます。はい。ね、もうコメントでもね、まあ、小学生かわかんないけど、
12歳未満ぐらいの人いましたから、コメント欄に。多分12歳以下だろうなっていう人、はい、いたんで、まあ子供向けに設定しておきました。はい、なのでコメントできなくなりました。はいはい、すいません。はい、まあ迷ってますけど、まあできなくなりました。まあ動画をね上げるモチベーションがねこう保てなくなりそうですね。動画撮るの楽しいんですけど、やっぱコメントがあるかないかじゃ全然変わってきますからね。何のために上げてくるんだろうってなるんじゃないかと。まあ。はい。まあ、妖怪ウォッチ以外のね、動画もね、今年は上げたいですね。なんかいろいろと。まあ、それはね、まあ、コメントできるように、子供向けじゃない動画を上げたいと思います。はい。まあ、上げるかわかんないですけど。はい。はい、というご報告でした。申し訳ありがとうございました。はい。まあまあ、コメントできないですけど、見てください。いやコメントでね、ないの寂しいですからね。なんかコメント来てたんですよね。まあ、できたりできなかったりするんですかね。まだよく分かってないんでね、始まったばっかりなんでね。あの、子供向けとか、そういう仕様変更は YouTube の。はい。まあ、妖怪ウォッチ映らないきゃ、動画とか上げたらまあ、まあ、子供向けじゃなく設定すると思います。はい。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。さよなら。